屋上行こう、青春よ。うん、うわー青春。まあ今はもしかしたらこの動画見てる人でね、中学生とかで、はたまた小学生とかいるかもしんないけど、高校生になっても屋上には上がれないから期待するなよそんな青春は待っていないぞ。はい、皆さんこんにちは。なんか最近外が風が強すぎて外に出れないタツヤです。まあ元から仕事もリモートワークですし、ゲーム実況しかしてないので外出てないんですけどね。はい。すいません。じゃあ今日も続きやりたいなと思います。で、前回までの、まあ、簡単なおさらいでいくと、まあ向こうの真夜中テレビの中の世界に入って、ゆきこちゃんをこう救いに行こうとしたんだけど、まあちえちゃんもね、ペルソナ能力に目覚めたので一旦ちょっと疲れてるということで引き上げたと。で、次またちょっと霧がかかる時までに、ゆきこちゃんを助けに行くという感じですね。聞いてた？さっきは悪かった。飯がまずくなっちまったな。謝れる大人って素晴らしいね。よし、寝よう。部屋でやることって他にあるのかな？お？今から呼ぶ声が聞こえる。さっき声かけて。電話、あ、ななこちゃん？なら戻るよ、喜んで。誰だろう？こんな時間に電話なんて。なんだよ。あー、もしもし、わしだ、諸岡だ。転校生の貴様に、わしが直々に用意していたものがある。お、何？あー、貴様の家に届ける予定だったが、事情があって行けなくなってしまった。ここはどこだ？ここは、あれか。あー、わしは今、商店街のガソリンスタンドの前にいる、一人で？わかったな。速やかに取りに来い。あ、郵送でいいじゃん。なんでわざわざ直接届けようとすんのこいつ。俺もう寝る予定だったんだけど。朦朧化から呼び出されてしまった。ちょっと今から外出ていい？誰から電話だ？まさかこれから出かけるつもりか？なんか担任から呼び出された。担任から呼び出された？転校早々何かやらかしたのか？お前に限ってそんなことないか。まあ事情分かった。用だけ済ませてさっさと帰ってこいよ。あ、なんかある程度信頼はしてくれてるんだな。ななこちゃんごめんね。兄ちゃんちょっと外出てくるね。一人で大丈夫かな？喧嘩怖い。何度も言ってるけどお父さんが悪いんだよ。ごめんなさい。よし、じゃあ諸岡に会うの？てか日曜の夜に何やってんだよ。暇かよあいつ。商店街の、あ、行った。隠れようぜ。ゆいちょっと隠れてみよう。何あれ、援助交際やってる？ねえ怪しい。誰かおまわりさんいないかな。捕まえてほしいんだけど。本当です、塾の帰りなんです。私一人で帰れます。夜遊びだなんてそんな。何の話？来たら。貴様は意外に早かったな。貴様のために用意した我が子指定のジャージだ。ほら受け取れ。あ、何、ジャージをわざわざ持ってきてくれたの？八甲でいいのかな。八甲指定ジャージを受け取った。やったー。今作ではいろいろなところで衣装を入手することができます。手に入れた衣装をエクワイプそれするとその衣装でダンジョン探索をすることができます。なるほど。よし、受け取ったらさっさと帰れ。わしはこいつを家まで送り届ければならんのだ。貴様は一人で帰れ。なんか意外と真面目な先生だったりすんのかなこいつ。あ、でも夜遊びだって決めつけてるから。なんだ貴様、なぜまだいる？むむ、さては夜の街を探検するつもりだな。夜遊びは不良の始まりだぞ。補導されてもしたらどうする。わしの目が黒いうちは認めんぞ。とっとと帰れ。あ、なんか確かに口悪いし歯出てるし見た目ちょっとあれだけど、なんかそこまで悪いやつじゃないのかもしれない。あ、そうだそうだ、そういえば、あ、ちょ、ベルベットルーム行きたかったな。で装備を変えれるとか言ってたけど、あれ、あ、これか、衣装か。はい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 。あー、なるほどね。じゃあせっかくだしジャージとか着とくか。これで今度の戦闘シーン楽しみだね。スナック行きてー。
やっぱ高校生って言ったらスナックだよなって。すげえな。あれ？俺なんかこの人別の店で見たことあるぞ。あれ？なんかアイテム売ってなかったっけ？白宮でいいのかな？あーら、いらっしゃい。うちのお店、夜はスナックやってるの。あんた昼に会ったかしら？あ、やっぱり、同一人物だったわ。ま、どうでもいいわね。てか、左腕の、あれ、なんだっけ、なんか、小さい頃に受ける、はしかかなんかの注射の跡じゃないっけ、あれって。未だに残ってんの。ここは日常から逃れた大人たちが、束の間の安らぎを求めて集まる夜のオアシス。そして私は宝石を身につけ、オアシスに迷い降りた夜の蝶ってとこかしら？言うとおりますけども。ここで見たこと、話したことは全て夢の出来事。明日に引きずるなんてご法度よ、覚えといて。さ、わかったらお帰り。あんたのような子供が来るところじゃないわよ。軽くあしらわれてしまった。興味を引くものを持っていないと見向きすらしてくれないようだ。こんなママかな？興味を引くものでしょ？現金かな？100万ぐらいちょっと持ってくれば見向きしてくれるかな？これ話をするのもダメなのか？そんな目で見つけられても何も出さないわよ。あら、何その顔。人はみんないくつも顔を持ってるのよ。今の私は夜の私。別の私については、触れてほしくないわ。たとえ別の時の私に会ったとしてもね。はぁ、あ。重めのため息。重めのため息いただきました。宝石とか見ついてくれるいい男どこかにいないかしら、チラッチラじゃないのよ。軽くあしらわれてしまった。宝石？高校生が？なるほどね。面白いな。で、夜の学校の探索もいいね。最高だね。あ、そういえばさ、神社あったよね。なんか夜に出るとか言ってなかったっけ？夜の神社は暗闇に包まれ、水を打ったように静まり返っている。おお。あ、なんだか背筋が寒くなってきた。頼りになるくらいの勇気がなければ。この場所に踏み入るのは無理のような気がする。やっぱり人間パラメーターか。くっそー。そういうのをちょこちょこ上げていかないといけないってわけね。じゃあ、あとは河川敷とか行ってみる？あれ？なんかワンコがいる。この丸の親戚かな？おいワンコ。犬が無心に地面を掘っている。そこ掘りづらくない？ははは。もうちょっと掘りやすいところを掘れば、なんか石の上なんかやってない？ああ、この子になんか餌あげたい。何もできないのかな？夜の河川敷か。てか水きれいだな。足場のブロック。魚影が見える。釣り竿があれば魚を釣れるかもしれない。そんなことできるんだ。うわ、懐かしい。僕もね、まあ、土田舎出身っていう話したと思うんですけど、まあ、近所のね、川があるんですけど、川にね、米粒、お米の米粒をつけて、垂らすと、川魚が釣れました。お米の米粒でも釣れるんで、面白くない？あとは、夜の探索も楽しいな。ここで何かこう、ガーデニング的な、家庭農園的な、やつなんかできる気配はあるんだよな。じゃあ今日は帰るか。帰ってきたか。で、何の用だったんだ？は？学校のジャージを渡されただけだぞ。それだけか。そんなもん学校でいくらでも渡せるだろう。確かに。気づかなかった。悔しい。お前に言っても仕方ないな。今は学校もいろいろと大変だろうしな。この騒ぎだ。みんな浮き足立ってしまっているのかもな。なるほどね。ただいま、ななこちゃん。あ、喧嘩怖い。あのね、何度も言うけど、俺のせいじゃないんで、お父さんが悪いんだって。お父さんが悪いの分かった？ななこちゃんに当たりが強い。やばい。視聴者さんに怒られる。このさ、これは一緒だな。よし、じゃあ、休みましょう。4月18と。里中のやつ大丈夫かな？疲れてたもんね。昨日はいろいろありすぎたし、元気になってりゃいいけど。お、来た。
なんか普通だね。うん、よく眠れた？うん、結局朝まで爆睡。おお、よかったよかった。その昨日はいろいろありがとう。いえいえ。なんか恥ずかしいっていうかさ、うん、よく考えたら二人には本音とか全部見られちゃったわけだし。まあでもな、もうすでに陽介の本音みたいなところもな、見ちゃってるし。てかそういった意味ではまだユウだけが本音出してねえな。不公平だな。ユウもさらけ出していこうぜ。気にすんな。うん、確か花村も私みたいになったんだよね。そう、なったなった。うん、好きだった憧れの先輩になんかこっぴどく振られた後に自分の自我を見せられるというなんか羞恥プレイを味わってたよ。かわいそうなコンボ。花村ん時はどんなだったわけ？うん、教えてやれ。え、なんていうか。うん、そういやお前ん時は何もなかったよな。話をそらす。うん、裏表のないやつだからか。おお。君は何もなかったんだ。うん、いやでもなんかありそうだよね。自分でシャープ1の動画をさ、なんかこの前というか見直してみたんだけど、なんか転校初日とかさ、結構なんか暗い顔してたから、なんか優にもありそうなんだけどね。今後わかるんだろうね。けど君って確かに裏表とかない感じする。ちょっと不思議な感じっていうか、うん、天然系の魅力っていうのかな。そういうのあると思うよ。うん、ほう、うん、惚れるなよ。だがそんなことを言う勇気はない。天然系の魅力？あ、やばい、ぼっとりだった。そういうのあると思うよ。天然系の魅力うんぼっとになってしまった千恵ちゃんが、ここで全てを見せようか中二病。ちょ、何する気？おい、また捕まるだろう。またとか言うな。クラスのみんなびっくりマークと同時にこっち振り返るわ。あ、笑ってる。とにかくさ、今はユキコを助けるのが一番重要だよね。青春っぽかったな今の。私もやるから。うん、仲間外れとか絶対なしだよ。もちろんだよ。やっべ、まだトイレ行ってねえよ。お前トイレばっかだな。ずっとお前下の話しかしてねえな。ねえ、あのさ、ん、どうした？ありがとね、助けてもらって。いや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 、そんなね、当たり前のことをしただけだよ。うん、でもまあどうしてもなんかね、俺を夜中気が済まないって言うんだったらね、今度二人でデートでもゲフンゲフン。花村も頼れるんだけどさ。うん、けど君ってやっぱり不思議っていうか、なんか頼れそうな気がするんだよね。ああ、いいね、知恵からの感謝の気持ちが伝わってくる。あ、これなんかコミュニティかな。知恵との間にほのかな絆の芽生えを感じる。これは戦車かな。前回の動画で僕恋愛って言ったけど、ペルソナを見たらね、戦車だった。うん、我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出したり、絆はすなわち誠を知る一歩なり、何時戦車のペルソナを生み出せし時、我らさらなる力の祝福を与え。女性が戦車って初めてだね。うん、戦車属性のコミュニティである里中千恵コビを手に入れたと。3だと宮本で、5だとリュウジーかな。うん、千恵は戦いの決意を固め、倒れた仲間を助け起こしてくれるようになった。この辺一緒だな。そういえば千恵の連絡先をまだ聞いていない。あ、そうなんだ。うん、操作にかこつけて聞く。ここは男らしくストレートにだろう。うん。ちょっと待って、もうアトラス2周目前提の選択肢を用意するな。もう2周目するしかないじゃんこんな。うん、じゃあ操作にかっこつけて聞いてみる。男らしくないね。あ、そうだね、必要だもんねこれから。うん、なんか別になんか個人的に知りたいとこじゃないよ。うん、必要だから言ってるだけだからねっていうね。ダッサ。知恵と携帯電話の番号を交換した。雨が降ったらその後霧に注意だったよね。そうだね、その前に絶対助け出そう。うん、雨が続いた後は霧が出る可能性があると。続いたっていうのが大事だね。
それまでに十分な力をつけなくてはならない。探索をする日はジュネスのフードコートに集まろう。お、雨が何日か続いた後は霧が出る可能性があります。霧の日までに失踪者を助け出さないとゲームオーバーになります。天気に注意しながらペルソナの強化、装備品の強化など救出の準備を進めましょう。なんか分かりやすくいつまでって出てこないのかな、日付ファイブみたいに。お、ハロー、グッドアフターヌーン、エブリワン。日本語、英語、英語の近藤、英語教師がなんか男性なのも初めてかな。体育ちょっと待って笑っちゃった体育教師の近藤だ。人がいなくたら俺が英語を担当する。そうだよな、よく見たらジャージ着てるもんな、俺としたことが。大丈夫大丈夫、こう見えても海外経験あるんだぞ。へえ、1週間も旅行したら十分十分、ツアーだったけどな。キューボ、まともな先生今すぐハローワークに出しといて。それじゃあ基礎の基礎からいくぞ。英語のアルファベットの話だ。 ABC から始まって26文字あるって、基礎すぎたか。なんかアホそうだけど嫌いになれねえな。よし、アルファベットに関する問題出すぞ。じゃあ適当になる紙、適当に俺。なんだ、ちゃんと立ち上がるの偉い。アルファベットって言葉の由来はアルファと、もう一つはなんだ、それはベータでしょ。ベッド、ビート、ベータ、ベータ。正しいと思った答えを選んだ。グッド、正解だな。余裕だよこれは。ギリシア文字の最初の2文字であるアルファとベータに由来してるんだ。ちなみにアルファベットってのは一定の順序で並べられた西洋語の文字の総称だ。一般的には英語の ABC の並びをそう呼ぶが、必ずしも英語を指すわけではないから要注意な。へえ。選んだ答えは正解だったようだ。知識が高まった。周りは褒めたたえろ。すごい、後でノート貸してもらおうかなって言え。今日の授業が終わったと。雨が続いた後に出るという霧、それまでに十分な準備をしなければ。あ、やった、今日から自由に過ごせるんだ。学校や街の中には様々な施設がありますが、霧が出る前にテレビの中に行き、失踪者の救出を忘れないようにしましょう。テレビの中にはジュネスのフードコートから行くことができます。失踪者の救出に向かう際は商店街に立ち寄り、きちんと準備を整えましょうと。なるほどね、サブメニューボタンを押すことでその場から即座に出ると。あ、なるほど、これ5にもあったけども4からある機能だったんだ。あ、なるほどね、みんなの声ボタン。わー楽しい、自由行動だ。ユキコ、チエは心配そうだ、助けに行こうか。なるほど、今日はちょっとごめんね。そうで、どうしようかな。まあ、いろいろちょっと進め方は考えているんですけど、5の、まあ、実況を見ていただいた人は、僕ちょこちょこ、こう、パレスとか行ってたと思うんですけど、やっぱりあれってすごく効率が悪いんですよね。なので、一回の動画で、なるべく、まあ、今回で言うと真夜中テレビかな？の攻略までした方がいいかなと思うので、最初はちょっと自由行動が中心になるかな？で、あ、そろそろやばそうだなと思ったら、一気にちょっとメメントスじゃねえや。真夜中テレビ、救出者を助けに行きたいなと思います。聞きました？小西先輩が真夜中テレビに映ってたって。なんでみんなそんな怖いことばっかり話すんだろう。ダメなんですよね、怖いの。俺と一緒に夜の神社に行かないか？二人だったら怖くないって。あ、転校生くんじゃん。ほんと最悪だよね、モル組とか。今のとこターゲットは天樹さんだから、そんな気にしなくていいけどさ。え？天樹さんなの？家の手伝いで学校休みがちだし、あんだけ美人だからね。ま、同情するほど仲良くもないし、ありがとうございますってとこ。おい、お前トロサーモンの久保田さんが乗り移ってるって。よ、今日行くか。タマ、あ、タマじゃねえやサザエさん、クマのとこ。今日はちょっと、ちょっと準備ね、大事ですからね。でもちょっと学校の探索とかもしてえな。わー楽しい。やべえ、もう今日多分これだけで終わる。ごめんおい、転校生、連続殺人どう思う？なんたって女子アラの次はうちの学校の女子と来たもんだ。人を、女を殺すなんてひでえやつだな。俺は許せねえな。女と楽しく遊ぶのが一番に決まってる。殺すなんてどうかしてんよ。俺、女性のことを女っていう人あんま好きじゃないんだよな。ごめん。どうした？話しかけてほしいのか。犠牲者の小西先輩、
いい噂を聞く人じゃなかったね。おい、どんな形であれ死人の悪口を言うんじゃねえ。人間、規律を守らなきゃね。今回の結果がまさにそれだ。院長としてこの事件を肝に銘じてみんなの空気を正さなきゃな。あ、こいつも嫌いだわ。あれ、なんだろう、いけすかねえやつしかいねえなこの学校。この子は、この子はまとものかなって俺は信じてるよ。みんな事件の話ばっかりね。家族も興味津々よ。同じ学校だからって言われてもお兄さんのこと全然知らないんだけどね。ま、適当に答えてるけど、なんかあの二人がひどすぎてまともに見える。あ、なるほど、こうやっていろんなとこ出れるんだ。うわー楽しい。なんでさ、学校ってさ、自分の学校でもないのにさ、学校を見るとなんか懐かしい気持ちになるんだろうね。不思議だね、作りが似てるからかな。じゃあ一回廊下とか行ってみる。柿の木とかあるから、柿の木。ここに俺宛のラブレターとかは学校の外で出ますか。出ません。なあ、山は好きか。好きっす。お、仲間。本で読んだんだけどよ、いいらしいんだよな山。マイナスイオンとかプラスイオンとかいっぱい出てるらしいぜ。お前なんかいいやつだな。顔もかっこいいし。 YH って何。保健室。なんか江戸川先生とか思い出すな。鍵がかかっていると。職員室は入れる。特に呼び出されていない。見ない顔ね。あ、わかった。先輩のクラスの転校生。都会から来たって本当。ガイダラって店地元にあった。うん、なかった。だよね、だよね。変な人集めてアートだとか言ってる武器とか作る店はないよね。世界中探しても少ないと思うよ。ちょっと都会ってつまんないかも。くそ、なんだこの、なんだこの敗北感。他は他は他は、あ、ちょっと体調整えよう。男子トイレよ。うん。トイレを利用する。どうなるのこれ。ふと思う、物思いにつけた。今日は冷蔵庫に何か入ってるだろうか。それだけ調子が上がったりしないのか。女子トイレ行ったら調子上がるかな。ここは女子トイレだ。入ることはできない。なんでだ、なんでだ、アトラス。ごめんなさい。運命の相手が見えるおまじない、みんな好きなんですよね。っていうか私も大好きなんです。映らないかなって毎回試してますよ。先輩も誰かに映ってほしいとかないですか。うん、ある。え、詳しく聞きたいですけど、それは野暮。うん、青春頑張ってくださいね先輩。いい子だお前。赤髪だな。どうした、反抗期か。また遅刻しちまったよ。くっそ、モロキンチェック厳しすぎ。つうか春ってだるいんだよな。そこに合わせて殺人事件だろ。だるさ倍増だっつろ。遅刻するのもしょうがないっつうかさ。お前なんかあれだな、順平みたいなやつだな。勉強しないことをいろんなことの整理してた順平みたいなやつ。お、そしてあそこでなんかグルメキングみたいなやついるな。えい。いい顔してるな。俺は君のことが好きだぞ。いい顔している。心配だ。みんな事件の話ばっかりだろ。どうにも気になっちゃうよね。おばあちゃんが今家に一人なんだ。危なくないかな。優しい子。とても優しい子だったわ。屋上行こう、青春よ。うん。うわー、青春。まあ今はもしかしたらこの動画見てる人でね、中学生とかで、はたまた小学生とかいるかもしんないけど、高校生になっても屋上には上がれないから期待するなよ。そんな青春は待っていないぞ。うん、危ないから。かわいいこの子。あ、うちのクラスの鳴上くんだっけ。都会から来たんだよね。いいなぁ。私ね、都会の大学に行きたいんだ。親には反対されてるんだけどね。でも夢があるし、それに友達も一緒だから、意地でも行ってやるの。おお、青春っぽい場所で青春っぽい話聞いてるけどな。最終的にお金出すのかな、親だからな。1年浪人して自分で資金を貯めるしかないな。あれ、なんかいる。あれ、君なんか数学大好きな人親戚いない。ユー2年生だろ。ふふふ、なぜわかるかって。俺にはわかる、全てがわかる。2階から来た知らない顔 50% の確率で2年だ。あ、うん、なんだこいつ。そんな深遠な知識を持つ3年の俺が2年のユーをなぞなぞで試してやろう。なぞなぞ、何それ。断じて受験勉強嫌なわけじゃないからな。あ、現実逃避だ。もし正解したら鍵をプレゼント。何の鍵。え、やってみる。なんかクエスト発生した。あったな、ペルソナ3でもクエスト。
ね、結構期限が決まってるものとかってね、よく忘れてたな。瞑想、なぞなぞ先輩の依頼を受けた。何か依頼のある人は頭上にアイコンが表示されます。依頼を受けると色が変わります。依頼されたクエストはメニューのクエストで確認できます。その心意気ソウルフル。じゃあ行くぜ問題。それぞれのグループに分かれる2つのもの、これから上げていくぜ。何？そして最後に言ったやつが一体どちらに分類されるか thinking。 うっとしい。桜は A グループ、梅は B グループ。なるほど。月桂樹が A グループ、バラが B グループ。あ、はい。あ、もうわかんねえ。菊が A グループ、アジサイが B グループ。あ、本当にわかんねえ。はい。では、イダはどっちだ？ A or B？ B。あ、当たった。OK。じゃあ、答えのグループの共通点もせい。やべ、適当に選んだからわかんない。しかももう、A と B なんて言ってたかすら覚えてない。A が桜で B が梅って言ってたよね。で、梅の話だったから、梅。効果に描かれてる植物、これ。違った。あ、これ何度も挑戦できるの。ああ、一日一回。しまった。そんなこともできるんだ。面白えな。なるほどね。放送室。なんか部活動とかもあったりするのかな？コンピューター。パーク室、なんかさっきから行ったり来たりしてるこの子。小西さんが死ぬなんてね。でもあんまり同情できないかな。あの人好き勝手ばっかりやってたもの。悪い噂もいろいろあったし、ある意味天罰かもね。あ、腐ってるわ。この学校の生徒大半が腐ってます。認定です。あ、やばい、また息つかねえね、メガネがいる。ん、見ないよ顔ドラ。あー、2年の転校生だろ。都会から来たって言うけど、ここら辺も悪くないぜ。都会じゃ受験勉強が厳しいだろうけど、僕らはほとんど就職だからさ。俺も就職希望。地元が一番、楽が一番ってね。あ、なんか普通にいい人だってごめんなさい。完全に見た目で判断してしまいました。申し訳ございません。じゃあ実習通りに行くか。やっべ、楽しい。街の探索楽しいわ。うん。これを見てるみんなが楽しいかどうかはさておいて、俺はすごく楽しい。君もあの事件の話聞いた？被害者はアンテナに吊るされてたとか。なんでアンテナなんだろう。電波、テレビに関係があるとか。まさかね。お前なかなか勘が鋭いな。うちのチームに入らないか。勘が鋭いやつもいるな。大声で噂話をしている。聞いた？また天城越え挑戦者出たらしいよ。ちょ、今年入って何人目？すごいよね、天城人気。天城越え、天城さんに告白するチャレンジのことでしょう。世界が違うって感じじゃない？前同じクラスでも話していけなかったし。あー、なんかね、買い食いとかもバッサリ断るでしょ。里中もよく友達やってるよね。ま、里中もあんまり付き合い良くないけどさ、天城べったりだもんね。お前ら知らないんだな。天城さんが本当は逆ナンしたくて自分の王国をホストクラブを作りたいと思っていることは。そしたらお前らもきっと仲良くなれるはずだ。よし、いっぱい喋った。疲れた。疲れたわ。いっぱい喋ったから。商店街とかでも行ってみる？あ、そう、俺ベルトベッドルーム行ってみたかったんだよね。まだ入れないのかな。めっちゃ人いるじゃん。あ、入れる。あー、急にボイス内。ようこそベルベッドルームへ。さて、では私どもの手助けについてお話しするといたしましょう。チュートリアル入った。私どもはあなたがお持ちのペルソナを複数合わせ合体をして差し上げることができるのです。いかに力強いペルソナを得るかということは、あなたの旅路においても最も重要な命題の一つ。新たなペルソナを生み出す際は、ペルソナを生み出すとご依頼ください。またペルソナをペルソナゼーションに登録されれば、いくいつでも同じペルソナを引き渡していきます。その際はペルソナゼーションを確認するとマーグルトにご依頼ください。ただお金を取ります。1体につきもう数十万とかする可能性もあるので、お金はたくさん稼いできてください。あれ？救援要請？救援要請のこと、ああ、マリー説明してくれんの？世界ってここだけじゃなくて、ここに似た世界が他にもいっぱいあるんだって。ああ、これ、ペルソナ5にあったなんかネットワークで合体する機能のこと？君じゃない君がいるってことだね。なるほど、なるほど。あれ、違うのかな？だからテレビの中でピンチになった時、ここではない世界の君に向かって君から救援要請を送れるの。でね、ここではない世界の君がそれに答えてくれると、この世界の君に応援が届くんだってややこしいな。ちなみに救援行政って出すのにお金とかいらないから、とりあえず買ってみれば。へー、なるほどね。
メッセージを作成する。みんなチャンネル登録してねってないかな、みんなで、はい急にパリピみんなで、はいじゃないのよこれでいこう急に行くぞ、みんなで、はいあ、メガネバージョンイコールさんに言わせよよし、これでいっか12の様子を見ることもできるんだ。マーガレットお願いを聞く。お願い、そうね、聞いてみたいことがあるのだけど、今のあなたなら答えは得られそうにないわね。見くびられている。あまり興味が持たれていない。なるほど。マリのお願いは？お願い？別にないよ。あるけど今はない。あ、うん。あ、え、あ、嫌いだわー。こいつら。発生率なかなかのペースか。なるほど。いろいろ確認できるとこ多いなぁ。じゃあ、ペルソナ生み出しとく？ま、ちょっとここはもう、ほとんど一緒なので、皆さんちょっと見といてください。あれ、なんか今、合体予報とか言ってなかった？なんか違う説明あった今。これか。日によって様々な能力を得ることができる。日ごとの効果やその条件について予報をさせていただくことが合体予報となります。思わぬ効果が発生する場合もございますので、こまめな確認をお勧めいたします。はあ、なるほど。ジオの追加？あ！じゃあ、いつでも作っていいというよりは、こういう効果があるときにやった方がお得ってことか。面白い。何それ。しかも検索合体もできるようになってる。これはまあ、一緒かな。みんなのボタンを見ることもできると。イザナギが早くも犠牲になる。千里。アークエンジェル、アプサラス、カーシー。ガーシーじゃないのか。カーシー。面白いなー。こういうのをね、やり、アントラスができる。やってるとね、マジでね、時間とお金が溶けていくんですよね、ペルソナってね。スキルカードの複製もできるんだ。じゃ、コンさん、キツネいないのかな？何枚でも買えるようになると。お金ばっか。そっか、住人たちから巻き上げた金で買ったのが、このリムジンと手前にあるドンペリね。オッケーオッケー。やめよう。よし、出よう。はぁ。じゃあ今日は以上にしたいなと思います。ごめんね。ほとんどなんか探索で終わっちゃったな、今回。いやー、やっぱさ、なんていうの？こういう細かいところも、まあ、しっかりと実況していくっていうのが、次ゲームズのスタイルっていうか、鬱陶しい。ということで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。